皆さんこんにちは、奈良です。本日は埼玉県飯能市にあります武蔵ヶ丘ゴルフコースのラウンド動画になります。ここのゴルフ場は三菱電機レディースの会場で、トーナメントのことやコースの紹介ができればと思いますので、最後までご視聴していただけると嬉しいです。ここ7番のパー4ですね。どういうホールになりますか？こちらはですね、結構両サイド広くなってまして、結構こう打ちやすくなってるホールになりますね。で、コンペとかやるときだとドラコン推奨ホールにもなってますので、結構打ちやすいですね。そうですね。ですね。なんでここは気持ちよく真ん中打っていっていただいて、はい、お願いします。じゃあもうここはちょうど白黒のポールがある真ん中を狙っていきます。よいしょ、ありがとうございます。この武蔵ヶ丘って、トーナメント三菱電機レディースやってるじゃないですか、そのキャディ疲れてたってお話さっき伺ったんですけど、何か印象に残ってる年とかありますか？2010年だったんですけども、この時ちょっとまだ三菱電機さんじゃなくて大塚家具レディースだったんですけど、その最後の年の時に森田理香子さんに付かせていただいて、でその時に最終日に爆発しまして、ああそうなんですね、1日でかなりスコアを伸ばして、でその時優勝をしたんですけど、その時がもうそうですね、毎ホール毎ホールもバーディーがすごくてですね、で森田さんもその練習、朝の練習の時に、今日行けるみたいなことを他のプロにもなんか話してるのをちょこっとこう耳にして、そうなんですね、それで有言実行されたんで、その時に一緒に立ち会ったっていうのが一番そうですね、確かにそれは印象に残りますね、残って、そうですね、いい経験させていただきましたね、すごい、そうなんですね、でしたね、ゾーンに入ってたのかな、そんな感じで、もう、そうなんですね、すごかったですね、すごい、ロングパットもバンバン入る感じだし、そうなんですね、その爆発本当にしたって感じですね、そうなんだ、すごい、ありがとうございます、じゃピンまでちょっと打ち上げで112ヤードなので、ピッチングで打っていきたいと思います。でしたね。ありがとうございます。すみません。お願いします。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、お願いします。その年、賞金女王になった年なんですかね。その次の年ですね。そうですね。その時に初優勝が武蔵ヶ丘だったんですね。確か。そうなんですね。そこから始まったみたいな感じなんだ。そういう感じでしたかね。その時まだ、そう、二十歳で初優勝っていう感じで。そうだったんですね。じゃあもう次の年に向けてっていう感じですよね。感じだったんですね。ちょうどそうですね、トーナメントがもう後半、シーズン的には後半だから、そうですね、そうですよね、いい弾みになった。確かにね、ねえ、すごい、めっちゃあれじゃないですか、受け負い人じゃないですか。いいよ、確かに、キーパーソンって感じですね。たまたまつかさせていただいてたんで、すごい、お願いします。ちょっと弱いとフックするかなっていう感じですね。ただその右カップ、右カップぐらい、いっぱいいっぱいぐらいでいいかなって感じですね。はい、わかりました。ちい。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。高麗でもちょっと読むところは読まないと、割と思ったより切れる感じありますね。そうですね、目が立ってる分、やっぱりこう変な切れ方というか、しっかり打てばいいっていう感じではないですね。そうですよね、そんな感じですね。グリーンも素直じゃないからちょっと難しいですよね。ベントグリーンよりも。そうですよね、高麗ちょっと苦手なので心配ですね、今日。お願いします。
今あまり高麗ってないですもんね。そうなんですよ。結構ベントグリーンの方が多いですもんね。はい、やっぱり多くなってくるんで。ですよね。たまにの高麗にやられちゃうんですよね。確かにそうですよね。まあ、森田理学をプロついた時とか、はい、まあ、初めましてじゃないですか。あ、はい、そうですね。ハウスキャディさんとしては、はい、うん、どういうお話されるんですか。あんまされないんですか。森田さんは割と、なんだろう、まあ、クールな感じですかね。なので、まあ、そこまでおしゃべりって感じのおしゃべりは本番っていうかのトーナメント中はそんなにはなかったんですけど、でも割と結構気遣ってくれたりとかして、はい、うん、優しい感じで、あとはもうプレーヤーも淡々とやられてる感じのイメージですかね。まあまあ、それトーナメント試合ですからね。ほとんどもうご自身でやられてる感じ。あ、じゃあ、あんましゃべんない。そうですね。最後、前半の最後だったかな、9番ホールに1回、まあ、ちょっと どっち切れる的な感じでちょこっと言われたんで、ちょっとスライスあるならちょっとスライスですみたいな感じでは言ってっていうぐらいなんで。ショートでも特にあれですか、風とかもう全部自分でこう見る感じで。あ、まあ、うん、でもハウスキャディーさんだからそうなのか。あ、そうですね、タイドさんとかだとこう補足とかで、ね、いろいろ、ね、あの、うん、聞いたりもするかもしれない。あんまこう負担させないというか、とかもありますし、なんでそうですね、本当プロによるというか、感じではある感じですかね。で、3年前の三菱電機の時に、はいはい、今日のこっちのベントグリーンの方なんですけども、はいはい、ここちょうどこうティーグラウンドここなんですね。はいはいはい、で、渋子ちゃんが、渋野さんがここでホールインワンをされたホールになりますね。そうですよね。はい、すごい。ピンが結構ね、左の方に切ってあったんで結構難しかったんですけど。そうですね、今ちょっと見ても狙いづらいですよ、うん、左だと、はい、奥行きもない感じだし。そうなんですよね。でバンカーも結構こう近いんで。そうですよね、難しいところを、はい、そうなんですね、はい、で結構トーナメントの時って結構左の方にピン切ってあったりとかするから、結構こう狙っていくプロとかだと結構あのバンカー入れちゃって、でバンカーから結構近いから結構難しかったり。そうなんですね。はい、なーちゃん、ホールインワン経験は一度だけあります、そうです。あの奄美大島で大学の合宿の時だったんですけど、あのその時はもうダイレクトで入って、すごい、その音もしなくて、その130ぐらいだったかな。でみんなでどこ行ったって探し回ってたら、もうダイレクトに入ったみたいな感じ。そうなんです。唯一その1回だけですね。なかなか簡単にできるもんじゃないですよね、やっぱり。やっぱり全然惜しいなっていうのはありますけど、本当にあとちょっとが遠いなっていう感じ。じゃあダイレクトだったら本当綺麗に入った感じですよね。そうです、本当に音もなくて。そうなんですよ、ピンに当たった音とかもなくて、すごい入った感じ。そうなんです。8番パー3ですね。ここはどういう感じですか。うん、ですね、こちらがちょっと打ち下ろしのショートになりまして、はいはい、ここだとちょっとグリーンがこうちょっと馬乗せになってます、はいはいはい、全体的にちょっと右側の方がグリーンの右側がちょっと高くなってますので、はい、まあ、少しちょっと左に流れるかなっていう感じのグリーンになりますね。まあ、ちょっともうここだったらもう真ん中、グリーンの真ん中狙ってていただいた方が安全ですね。はい、分かりました。はい、ピンまで打ち下ろしで135なので基盤ヤンで打ってきます。左手前、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。お願いします。ほとんどまっすぐです。ちょっとフック入ります。ちょっとそうですね、少しカップ周りはやっぱりちょっとフックラインになりますね。はい、少しフック入るので右縁狙いで打ってきます。惜しい。レスです。ありがとうございます。レスパーです。はい、お願いします。はい、結構ベントはあそこまで芝刈ってたら、うん、グリーン外れたらすぐバーって落ちちゃう感じ。結構落ちますね。そうですね、はい、うん、ちょっとこう捕まったボールだったりとか引っ掛けた感じでいくと、はいはい、結構こう転がって、うん、あ、左側から寄せ結構難しい感じですね。難しいですね、ここは。そうですね、はい、お願いします。はい、行きます。
こ最終9番パー5ですね。どういうホールですか？こちらは左ドッグのロングになりますね、はい、で左サイドはちょっとあまり行きたくないので、うん、まあ、狙いはセンターのちょっと右側の方が安全になります。はい、はい、分かりました。左 の、 あのバンカー越えるのって何が必要ですか？これまでここからですと、ここからで220キャリーで必要な感じですね。キャリーですよ、はい、はい、分かりました、はい、じゃあここは左ドッグレッグなので、もうちょっと右目のあのポール方向を狙って打っていきます。うん、よいしょ、ありがとうございます。うん、ナイスです。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。こう最短ですね。ちょっと左目でしたけど大丈夫ですか？はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます、はい、結構フェアウェイバンカー、ラフを挟んでバンカーじゃなくてフェアウェイからもう直で入っちゃう感じなんですね。こうはそうですね、うん、結構だから入りやすくはなってますね。そうですよね、はい、結構吸い込まれそうな感じはありますね。はい、でもやっぱりここも避けて右目に打っていかないといけない感じですね。感じですよね、はい、そうですね。で今日高麗グリーンだから右グリーンだからなんですけど、はいはい、ベントの時だとこの先、この左のこっちのブッシュの先に池があるので、ちょっとベントだった時はちょっと左を気をつけていただきたい感じにはなりますね。ただ今回のちょっと高麗はこの手前にバンカーが2つこう縦にあるので、それがちょっと効いてきますので、そうですね、ちょっとそっちの方を気をつけていただいて。わかりました。はい、ここまで来ちゃうとセカンド2オンできる距離ではありますよね。確かにそうですね。プロはやっぱりベントだと2オン狙うっていうのはなかなかないですかね。そうですね、ティーグランドも今の2つ後ろ、あ、じゃあ結構下がってっていう感じですね。去年からそうフルバックになったんで、そうするとやっぱりここまでなかなか来れないんで、そうするとやっぱセカンドもちょっと、もうちょっと後ろになるから、そうするとですね、やっぱり3打目ですよね、うん、あ、じゃあそれこそ捕まったらちょっと入っちゃうぐらいの距離、そうですね、捕まって入るか、そう、もうちょっと左行ってこっちのちょっとブッシュ行っちゃうプロも何人かいるような感じですよね。はい、ここピンまで今で220ショットとかあるんですけど、狙える人は狙えるぐらいの距離になってくると思うんですけど、バンカー、手前のバンカー2つが気になるので、今日はちょっと刻んでグリーンの左目を狙って22度のユーティリティで打っていきます。ナイスです。いいとこです。ありがとうございます。はい、お願いします。じゃあここ56度で打っていきます。ちょっと大きいかなですかね。はい、あ、ギリギリ残ってましたね。大丈夫ですね、はい、でパターでいきます、はい、ありがとうございます、はい、お願いします。ちょっと奥に下ってる感じなんですね。少しそうですね、この辺りがちょっと下りが少しありますよね、はい、もうほとんどまっすぐって感じですかね、うん、下は、うん、ほとんどもう切れないんで、はい、すぐで、はい、ちょっと上りを見ていただいて、はい、うん、ですです。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。前半ありがとうございました。今のホールパーで終わりましたね。はい、奈々ちゃん前半お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした、はい、前半は2バーディー1ボギーのとワンダボですねのトータル1オーバー37で終わりました。でコース的にはやっぱり、まあ、トーナメントに向けて多分仕上げていっている段階だと思うんですけど、かなりラフがしっかりしてたので、セカンドはロングアイアンとか厳しいと思うので、ユーティリティとか優しいクラブを持つのはかなりありかなと思います。あとグリーンの奥側が結構危ないところ多いので、そこも距離感しっかりしてやれば全然問題なく回れるコースかなという印象ですね。はい、ありがとうございます。僕も実際ちょっと、まあ、見ながら、まあ、撮影しながら飲みさせてもらって、はい、確かにグリーン周りが結構、うん、なんだろう、こぼれちゃったりとか、そうですね、縦の距離間違っちゃったりとか、あと、まあ、
たまたま曲がっちゃったりとかすると、うん、結構こう一打じゃ済まないなみたいな、うん、そう印象があって、ね、トーナメントはやっぱこうねみんな狙いに行くから、うん、であとプレッシャーもあるから、うん、まあ、その辺がこうスコアの変動とかもするのかな、うん、そうですね、飛び抜けたり、うん、あのまあ、ちょっと、はい、あやっちゃったみたいな、うん、最後までその点ではやっぱり気抜けない、うん、でやっぱシーズン、まあ、トーナメントに限ったらシーズン後半だから、うん、まあ、選手はね結構もう必死だと思うんですよ、シード権取るために、うん、そうですね、その辺もやっぱりこう、まあ、今回撮ってるのは1ヶ月ちょっと前で、はい、公開はもう本当にその付近でもトーナメントやるんじゃないかなっていうところなんで、うん、まあ、合わせて、はい、まあ、見てもらえればなっていう、まあ、この動画見てじゃあトーナメントで、はいはい、選手も見てっていうので楽しんでもらえたらいいなと思います、はいはい、じゃあそんな感じで前半は以上って形で、はいはい、このゴルフ場も撮れたら撮ってみたいなのがあったら、うん、そうですね、コメントしてもらえたら嬉しいんで、はい、ぜひ、はい、はい、お願いします。コメントお待ちしてます、はい、じゃあ後半もお願いします、はい、はい、お願いします、ありがとうございます。